こんにちは。あ、こんにちは。毎年恒例の恵方巻きの時期がやってまいりました。これから恵方巻きの作り方をご紹介いたします。角野市の恵方巻きは何が特徴的なんですか？なんと代表的なハンバーグが入っている。でも本数限定なんですよね。あ、コロナ禍でどうなるかわからないですよね。岩手県一ノ関さん、笠井農産さんの無農薬野菜のグリーンカールです。当社の人気商品、金角ハンバーグ、ハッキントンと国産牛の合いびきの塩麹入りのハンバーグです。今回はうなぎも入ります。だし巻き、巻き物にやっぱり合うように少し甘み。大定番のキュウリです。これを美味しくしていきます。なんかよくある長いやつって食べきれないじゃないですか。ちょっとね、一人だと量が多いからね。恵方巻きって基本一人で食べるもんだから、しかも黙って食べなきゃいけないじゃないですか。黙って食べなきゃいけないから、もうこれだけ食べてお腹いっぱいになってもらえたら嬉しいですね。嬉しいですね。子供も喜びそうですね。しかもうなぎも食べれちゃう、なんてリッチな恵方巻きでしょう。お米は何かこだわりがあるんですか？お米は岩手県の一ノ関のたぬきファームさんのメダカ米っていうお米。こちらをご覧ください。黒目高っていうのは新鮮なお水のところにしか住まないので、その新鮮なお水のところで育った、メダカ米で、そこに寿司酢。この寿司酢はお肉に合わせた配合になっていると私は勝手に思ってます。じゃあ今日のこのハンバーグ恵方巻き、うな飯恵方巻き、うな方巻き、うな方巻き、飯なくなっちゃう、ハンバーグ巻き。今ぴったり合う寿司酢ということですね。いざ、うなはん、うなはん恵方巻き、うな方巻き。まずはご飯を、プロの技、真ん中に乗せて両側に広げていく。厚さを均一に、全面に広げるタイプは素人がやると結構失敗しちゃうので。本当はね、この両サイドに手をつけます。そうですよね。でもプロは違います。美味しくて形が綺麗な恵方巻きで節分を迎えたい方はぜひお店のものを買ってください。2022年の恵方巻きの向きはホクホク製。この向き。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。うなぎとハンバーグの相性がとてもいいです。今年の節分は角野市のうなはん恵方巻きで、うなはん恵方巻きでおうち時間を楽しんでください。